じゃあいきますか。2021年8月の27日雑談配信です。今日はお絵描きをすると思います。ファイナルファンタジーのお絵描きかなと思ってるけど、気が変わったら違うのかもしれない。で今日話す雑談文なんですが、映画の話ですね。映画元気だね。まあなんかロックダウンとかなっちゃうとあれなんで、ならないうちに一生懸命映画やろうぜっつうのでね、孤狼の血なんつうのもあったりとかしてね、なんだかな、アウトレイジが作れなくなったから似たようなの違う監督が作るんかいとか、そのシオンとニコラス・ケイジが組んで作ってた映画がようやっと公開になるとかね、ニコラスかと思ったりとかしております。日本人の嫁さんをね、何回目、4回目か3回目の結婚したっつうのが最近のニュースですけど、彼はね、アイラブパチンコって言いながらこう日本刀がなんか振りかざしてほしいですね。そんな中で、まあ好きな人は期待してるんでしょう、マトリックスレザレクションズというやつが、公開が、今年の年末を予定してるっつってね、びっくりしました。何またマトリックスやんのって、3部作で終わったんじゃねえのっていう、レボリューション一生懸命見た側にとってはまたやんのっていう感じでさ、まあトイストーリーなんかも3で終わるっつった後に4作るとかさ、でトイストーリー4作ってるあたりだとさ、ほら監督、メガネでデブでカーズ作った人がいろいろセクハラとかで追い出されたとかいう話とかも込みでさ、トイストーリー3で終わってっからいいんじゃねえのと思ってる派だったりとかします。4は4で魅力あるっていう人もいるけど、あれはずるいと思うね。終わるっつったら終われっつうね。そんな気がする僕なので、マトリックスレザレクションはちょっとやだなと思ってるところです。もともとマトリックスとはどういう映画だったのか、実写映画の手法にアニメ的手法を持ってきたというところが、こう視覚的に新しいと言われてね、アニメでそれもう何十年前にやってますよっていうようなことをやるということで注目を浴びたんです。だから今改めてもしね、このマトリックスってやつ見ようかなと思ってる人は、その前知識がないと、なんかこの映画低予算っぽいぞというか、絵が寂しいぞって思うはずなんですよね。もちろん仮想空間であるから作られたものっていうところもうまくこうストーリーにかみ合ってはいるんですけど、それはあくまでそれは20年前の話でさ、20年前のマトリックスブームは僕も認めるというか、まあ受けるだろうなというふうには思ったんですけど、それを今持ってくるのってどうなんて思ったりとか、同じウォシャフスキー兄弟じゃなくてウォシャフスキー姉妹がさ撮るっていうのでさ、これはもう完全にウォシャフスキーが他の映画で全然ヒット飛ばせなかったから、結局もうお金出してくれるのがヒット飛ばしたマトリックスの企画でしか通らなくなったってことなんじゃねえのって思ったりとかして、それが一番嫌なんだよね。人気があるから作るね、ジョーズとかサメシリーズとか未だに作られてますけど、夢見てる人はいるんだなと思うんですけど、まあ僕はバックトゥーザフューチャーが1、2、3で終わってるのが好きな人なんで、映画としてね、ゲームでスピンオフとか続編作られたりはしてるんだけど、決して映画の方で完璧に出来上がったストーリーをこの後ごちゃごちゃしようとか、新しくこうタイムパラドックス作ろうとかっていうことをしないあたりが偉いなと思ってるあたりではあるんです。なんかね、その後ろ向きな企画の通し方をした感じがして嫌なんだよね、マトリックスはね。もう散々やったじゃん、まあ、アニマトリックスもやったじゃんとかっていうのがあって、それであんま好きじゃないんだろうななんていうふうに思いました。唯一このマトリックスレザレクションズで見る価値があるとすれば、
これ監督がね、もともとウォシャフスキー兄弟っていう人たちが作ってたんだけど、そのウォシャフスキー兄弟っていうのはこの何十年も経ってるうちに性転換をしたんだよね。私は実は女でしたっつって、これからは女として生きていきますっていうようなことを言って、両方とも女になったんだよね。だからそのこの頭の中身がさ、いわゆる今 LGBT とか男の体だけど女なんですとか、女の体なんだけど私は男として生きていきたいという人たちの脳みその構造を暴く、だから本物か偽物か暴くという意味ではこの映画は見る価値があるのではないかなと思ってます。だから男のなのか女のなのかっていうのがね、作品でもね、女の人が撮る映画と男の人の撮る映画やっぱり微妙に違ったりとかしますんで、その辺が見えるか見えないか、本当はこの人たちは内面的に男性なのか女性なのかっていうのを見る分には楽しい映画かななんていうふうには思ってます。なんかね、まあ、作ろうと思えばね、なんぼでも作れる世界なんですけど、もうレボリューションズでむちゃくちゃにしちゃったからさ、もうあれ以上ないだろうと思うんだよね。今更アンダーソン君って言われてもなんていう気がするんで、あんまりこれは期待してませんっていう話です。以上。じゃあファイナルファンタジーのイラストでも描こうかなと思います。まあ、いろいろ描いてますけどね。何描こう、多分セリスを描こうかなと思ってるのと、結局我が心のファイナルファンタジーって言うとやっぱり6になっちゃうのかな。他になんか書きたいのあるかな。一応今作ってるファイナルファンタジー16とかも興味はあるんだけど、いまいちあれキャラクターにまだ愛情が持ててないんだよね。というか今見せてるストーリー、どうせプロローグ中のプロローグのやつだろうって思うので、ですね、思い出のファイナルファンタジーって言うと12も思い出のファイナルファンタジーなんですけど、ファイナルファンタジー12の思い出って言ったらもうなんかボムですね。ボムのでっかいのがかっこよくなって出てきたっていうぐらいで、あと何にも覚えてないな。ボムとプリンか。これがなんかリアルにできてきたっていうぐらいでしたよね。13、ファイナルファンタジー13、ファルシか。やっぱ13があんまりだし、14はベンチマークソフトとして立ち上げるぐらいで、本編がどうかなと思ったりもしてるんだよね。どうしたもんか。まあまあ予定通りにセリス書いて今日はよしっつって色まで塗ってよしってするかしないかでいいかな。5、バッツ。4、カイン。3、風の戦士たち。暗闇の雲ですね。暗闇の雲、あんまり気分じゃないけど。まあでもやっぱ天野義高だよな、それで言うとな。セリスかリルム。じゃあこの辺を音楽かけてペロペロっと書いて今日は行こうかな。いいでしょう。ファイナルファンタジー6 BGM っつって。ファイナルファンタジーベスト BGM。 トゥルリララララララトゥーリララララリー。
な。こんなんがあってね、ファー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 、タタタファーファーファこんばんは。
よしできた。まあいろいろ今日配信前にもちょろちょろっといろいろ書いてはみたんですけどね、まあなんだろうね、まあ相変わらず僕は絵がうまいなと思うところもあるんですけど、なんつったらいいのかな、もう僕はこれで十分なんだよね。あできたと思う、なんとなく書きたいのが書けたっつうのが一番これでよくて、これ以上丁寧に書いた方がいいですよなんて言われるんだけど、めんどくさいんだよね。これ以上綺麗に書いてうまいなって思ってもらおうとも思わない。あ、僕が思ってるファイナルファンタジーのセリスが書けたなと、うん、天野義孝っぽくもあり、ゲームっぽくもありというので、ゲームのドット絵に忠実に描こうとも思ってないし、あの緑のレオタードはやっぱいつ考えてもどうかなと思うところもあるんで、うん、これで満足です。やった。でまあもう一枚描こうかななんて今思ってんだけど、だいたいそういう風に思った時はもうここでやめといた方がいい時なんだよね。まあもうちょっとやってみますか。ひとしいの花束は遠いところへ。今度はもうちょっとファミコンのドット絵に近づけて描こうかどうしようかなんだけど、なんだろうね、何をもってじゃあ絵かって話でさ、色あせぬ永遠の愛、今ちょっとまともに描こうと思ってるから描きたい絵にならないんだよね。仕方ばかり、こういうのでいろんな人が理想に近づいていこうとするんだろうけど、理想ってなんだって話だな。だから本物がいいんだったらそのまんま本物を描けばいいだけの話で、これをだからね、もっと二次元な目にしてもいいんだろうけど、それは僕の中で違うんだよな。今日も体調が悪うございまして、
中川翔子みたいになっちゃってもうこんなんで飽きちゃうね。こんなもんだろう。
緑色のところをちょっと軍服っぽくできりゃ多少は見栄えいいのかな。あ、うん、そうですね。金曜ロードショーでみんな見るんですか？僕はもう気が済むまで見たから別にいいんだけど。なんか YouTube 見たらこうやって風立ちぬは見ろとかさ、余計なお世話な動画があったりとかしてさ、みんなそうやってガイドが必要なんだなぁと思ったりしてました。好きに見りゃいいのにって思ってんだけど、なんか何でもかんでもリテラシーが必要な世の中になってて気持ち悪いなぁと思ったりとかしてます。そらファスト映画も流行るんだろうなぁとは思いましたけど、それぐらいかな。みんなもうあれなんだろうね、映画の見方とか他人に聞かないとわからなくなっちゃってんだろうね。あれが僕は怖いなと思いました。まあでもしょうがないか。だから半分嘘を混ぜてもみんな分かんねえんだろうなと思ったりとか、そういう解説に実は何々なんだぜっていうやつをまことしやかに織り交ぜてさ、風立ちぬのここのシーンはこういうテーマがあるんだぜ的なやつを、そうするとみんなバカだから検証する
手間もなく暇もなくその嘘が広がっちゃってさ。よいしょ。怖い世の中って思ったりとかしてます。うん、やっぱ気乗りがしてないからあんまりあれあんまりあんまりですね。うん、ほらこっちの方が全然いいよ。あ、ヒャッヒャーラララリラララララララタラッタラッタラッタラー。最後はティナでも書いて終わろうかね。あ、そうなの。それは良かったね。わあ。僕的には初めて丸っていう雑誌を知ったけど、あ、そういえば、うん、まあ、まあ、戦艦好きな人もたくさんいるしね。いいなとは思うけど。不思議なもんだなと思ったりとかしますよ。そういや昔崖の上のポニョの解説求められた時もあったな。戦艦もな、なんであんな海に浮かぶもんが偉いと思ってたんだろうなと今はちょっと思いますね。そうだとか大和だ比叡だって
そっか、僕がカンコレをやっているから気遣ってその話してくれてんだね、ありがとう。そういうことか。カンコレもさカンコレのキャラクター書いてないのにカンコレの話するのもあれだけど、人殺す道具なんだよなと思ってさ、みんなあんなになんで人殺す道具を女の子化して楽しくやってんだろうと思ったりとかしますね。まあ技術力ではあるんだけど、もっといい方向に使おうぜと思っても、まあでも世界の情勢見てればな、武器持ってるやつが強えしなと思ったりもするんで、みんなそういうところで勘違いした憧れを持つんだろうなとは思うんですけどね。なんか僕もプラモデルだからいいじゃんっつって武器を作る感じとかあんま最近好きじゃないんだよね。ファイナルファンタジーも戦争の話ですけどね、どうにもでもやっぱりその僕らは戦争を知らないから よそでやってる戦争とかだから、最近メタルギアとかもあんまりになってきたんだよね。なんだろうこの変な反戦主義みたいなの自分でも分かりませんけど、悲しいわけではないけど、ちょっと最近は嫌ねって思います。よし、というわけで、今日は去年8月の22日ね、
後でアップロードしようかなと思います。今日はこれで。お疲れちゃんでした。お疲れ。